ガラン前傾南方から近藤跡を望む。背景の効果は、透明高速道路。片山廃寺跡は、静岡県静岡市駿河区大谷麻編山にある古代、寺院跡。国の史跡に指定されている。駿河国国分寺の移行に否定する説が有力で、あるが、他に、地方豪族の宇治寺の移行とする説がある。 静岡市市街地の南東方、宇都山西麓にある古代寺院跡である。8世紀後半から10世紀前半にかけて営まれたと推測される。古くは江戸時代の駿河国神風土記において苦悩寺と結びつけて紹介されている。その後、昭和5年の大谷街道整備の際に河原と卒世群軍が発見されたことで古代寺院跡として認知され、 生じめから、片山廃寺と命名された。遺構としては、昭和23年の第一次調査、昭和31年の第二次調査により、近道、行道,道、相棒跡が確認されている。それらの発掘調査をもとにして、この寺院を、駿河国の国分寺とする説や、宇都軍の豪族の宇治寺とする説が挙げられている。跡が未発見であったこともあり、 国分寺説を否定する意見も挙げられているが、平成21年の調査で当跡と推定される、半築が見つかり、国分寺の可能性を高めている。寺跡は昭和40年に片山廃寺跡として国の史跡に指定された。東名高速道路の高架下にあり、その中央を県道が通過するという悪環境化ながら、公園としての整備が進んでいる。 また寺跡の南方約500メートルの地には、片山ハイジの瓦を焼いた宮川画用跡群が残っている。この画用跡群は昭和49年に、片山ハイジ跡画用跡として、片山ハイジ跡の史跡範囲に追加指定されている。地域は約160メートル四方と推定される。画覧は、境内中央に南方から、近道、高道、 僧帽が一直線に配置されている。これら近藤、行動僧帽は火災により消失し、その後は再興されなかったと見られている。また、境内西側において、境界と見られる、柱跡が発見されたことから、寺には板塀が巡らされていたと推測される。所在地交通アクセス。ありがとうございます。